ワーリンガーカウンシルは、ワーリンガーカウンシルは、シドニー中心業務地区から北東 18km のところに位置する。東にタスマン海を望み、北東はピットウォーターカウンシル、北西はホーンズビー、シャー、西はクーリンイコール外カウンシル、南はマンディーカウンシルと接する。ワーリンガーカウンシルは、以下のサバーブで構成されている。 ワーリンガーカウンシルの議会は住人によって構成される。任期は4年。選挙区は3つで、それぞれの選挙区から3人が選出される。市長は議会選挙とは別に、地域を単一の選挙区とする市長選挙が実施される。最新の議会選挙は2012年9月8日に実施された。市長は地域政党、ユアワ・リンガのマイケル・レガン。 そのため、議会は、市長を含めた、地域政党、ユア・ワリンガが6議席、無所属4議席で構成されることとなった。ABC、ワリンガ・カウンシル、メイアール・エレクション、ローカル・ガバメント・エレクションス2012、エレクタール・コミッション・オブ・ニュー・サウス・ワイールズ、2012年9月22日、閲覧。ABC、ワリンガ・カウンシル・エイワード。 ローカルガバメントエレクションス2012エレクタールコミッションオブニューサウスワイールズ2012年9月22日閲覧 ABC ワリンガカウンシル B ワードローカルガバメントエレクションス2012エレクタールコミッションオブニューサウスワイールズ2012年9月22日閲覧 ABC ワリンガカウンシル C ワード ローカルガバメントエレクションス2012エレクタールコミッションオブニューサウスウェールズ2012年9月22日閲覧ありがとうございます